はい、こんにちは、こんばんは、ゲーム動画でいこうです。チュビットを始めていきましょう。本日は市筑波田釜との公式戦です。強いのかな、これ分からん。メンバーはこのままで、筑波田釜の方がやや有利。そうだ、仕方は確率性がないな。あ、これは危ない。夏木キャッチ。あ、出してしまった。うん、もうしてほしい。負けないでしまった。ないな、危ない。うん、なんとかクリア。だがピンチはまだ続きます。幸子が取りまして、0対0。まだ、両者得点がありません。こちらボールをスローインですね。あとファール。危ない。怖いな。ペナルティーキックのピンチでしたね。一歩間違えれば。さあ、センタリング。相手も高いな。前半終了です。全員疲れてる。動くしかないですね。さあ、この後半直後に勝負をかけないといけません。縦パスチャンス、やりました。一瞬の隙をつきましたね。美穂から、そしてさつき、緑、先取点です。変えることによって、フレッシュな状態で戦わせたのが良かったが、お、危ない。あっと、横飛びなつき。
さあ今度は相手がフレッシュな状態になる番ですからね、守り抜かなければいけません。もしくは追加点をなんとか取るとか。危ない、あっと持ち込まれた。ただクライスが慎重に行きたい。ここでマドカセンタリングだが、これはちょっと長いな。パスが残り20分です。危ない、お、さあ相手をセンタリング、ここは危機を逃れました。ですね、センタリング相手は高い、なかなか点が入らない。お、うまい、2点目、これ大きな2点目です。涙に見えない、すげえ。なんかまさにセンスの勝利。今度はくるみがゴールを決めました。これなんですよね、普通思いつかないことをするのがいいんです。でももうほとんど時間はなく、ここでホイッスル勝利です。スクワダグマに勝ちましたね。これですよ、緑。どんどん前進していきます。ポンと上がってヘディング、最後1点、ナナコが2人詰めかけたのが良かったですね。危なかったな。これで手勝利です。2対0で勝利を決めることができました。3位に上がりましたね。次は武蔵野ホーネッツ、筑波大学は4位に後退です。2点差、首位と2点差は変わりません。さあそしていよいよアジアチャレンジトロフィーですね。カオマンガイそんなに強くない C が多いですね。どこが一番強いんだろうか。ナガンディかな。まあでも以前ほど強さはないかもしれないが、まああえて言うとバラワンディかな。戦力です。A とか多いですからね、全然チャンスありますよ。C
強いチームをですね、選手がこう入れ替わってるんで、情報を見ていくと入れ替わってるんで、強さが変わってるっていう状況ではありますね。他チームも移籍したらやっぱり強さがリセットされるのかな。なるべく移籍をしないのはかもしれないですね。ということで今回ここまでです。よろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。概要欄プレイリストブログツイッターございます。ツイッターのフォローお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画レイコーでした。